停戦交渉再開へ向けた駆け引きが本格化しています。パレスチナ自治区ガザで8日、各地でイスラエル軍による攻撃があり、この日だけで合わせて56人が死亡しました。北部では2つの学校が空爆され、市民15人が死亡したということです。こうした中、ガザでの停戦や人質解放に関する交渉で仲介役を務めるカタール、エジプト、アメリカの3カ国が8日、イスラエルとイスラム組織ハマスに対し15日に協議を要請する共同声明を出しました。